はい、今回ですけれども宮崎トロピカルフルーツということで宮崎マンゴーです。はい、ここに宮崎トロピカルフルーツというふうに書いていて宮崎マンゴー書いてます。箱の側面に宮崎マンゴーというふうに書いています。等級ですけれども種で玉の数が2つで 3L サイズになっています。 JA 宮崎中央からということで生産者の方は野崎さんという方のもののようです。で箱の感じはこういう UI でデザイン、ちょっとここら辺が宮崎っぽいこう南国風の感じのデザインになってるのかなと思います。ヤシの木のような形の葉っぱの、まあこういう具合です。はい、それでは箱を開けてみようと思います。こういう具合で宮崎マンゴー、宮崎完熟マンゴーって書いてますね。以前に太陽の卵という宮崎マンゴーを食べてみたんですけれども、それすごく美味しかったです。はい、今回のはこういうやつ で7月1日から7月30日1日の間はキャンペーンあるようなので、うん、裏面にシリアル番ナンバーあって2つで1回応募いただけますっていうふうに書いてます。はい、で宮崎マンゴーの特徴こちらに書いています。でマンゴーの美味しいカットの仕方も書いています。はい、まあこうスッスッと切ってこういうように格子状にカットしてひっくりくるっとひっくり返して食べるという感じですね。まあ、個人的にはもうこのままスッとカットしてでこういう状態、このままのカットしない状態、これをカット入れないでこのままの状態でスプーンで食べるのが一番好きですね。うん、はい、それが一番こうがっつりなんか食べれるなっていう感じでいいです。こういう状態のままですね、食べるということです。そしてこの宮崎マンゴーのこの特徴というふうに書いてるんですけれども、このようにネットで収穫しているようで、ネットをかけてこうなんていうんですかね、自然にこれが落下するまで、完熟して自然落下するまで待っているそうです。ですので木の上で完熟させるので、とても甘さがしっかりとしていて風味も良くて美味しいマンゴーができていると思うので、やっぱり宮崎マンゴー、うん、美味しくていいですね。それでは中のマンゴー見ていこうと思います。このような感じです。はい、すごく大きいマンゴーで肉厚で美味しそうです。ちょっと一つだけ出してみます。マンゴーのサイズ感こういう具合ですね。はい、こういう具合ですごく美味しそうです。うん、ちょっとここら辺柔らかいですかね。はい、まあ、こういうところから傷みが早くなったりすると思いますし、このマンゴーは木の上で熟していることということなので、すでに完熟しているので届いたらもうすぐに食べた方がいいと思います。はい、置いといてしまうと味が悪くなったり、甘み落ちたりとかすることにもなると思うので、やっぱりこの完熟系はすぐに食べるのが一番なのかなと思いますね。うん、はい、こういう具合です。マンゴーカバーしてたこの保護剤取り出してみました。こういう感じのマンゴーです。こういう見た目になっています。あとこのマンゴーを取り出す時なんですけれども、マンゴー独特のこのトロピカルなすごくいい香りありますよね。それが箱の中からふわーっとこう広がってすごくいい香りで良かったです。宮崎のマンゴー前に1度か2度ぐらいしか食べたことがないんですけれども、
香りが強くて甘みも強くてすごく美味しいのでおすすめです。ぜひ食べてみてください。タイ産のマンゴーとかそういうのも甘くて美味しいんですけれども、これはこれで香りはやっぱりこの完熟マンゴーの方がすごく強いかなっていう気がします。タイ産のマンゴーはすごく甘くて美味しいのもあるんですけれども、まあ、香りももちろんいいんですけど、黄色くてちょっと細長いタイプの名前の種類の名前までわかんないですけど、でもすごく甘いのがあって美味しいなっていう印象があります。まあ、宮崎のマンゴーは香りもものすごくいいのでおすすめです。あとですね、さっきこう手でもう何回も触ってしまったんですけども、こちらはできるだけ触らないようにしました。っていうのもここにちょっと白いのが見えると思うんですけども、多分ブドウなんかもやっぱりこの天然のワックスっていうか、その保護機能が皮のところにあって、それを触ってしまうとそれが取れて傷みやすくなるということなので、このマンゴーも多分こういう白い部分はあんまり触らないようにすればできるだけ鮮度長持ちすることにもつながると思いますので、こちらの方は触らないようにしました。撮影のためこちらだけちょっとですね、触ってこうくるくるっと回転させたりしましたけれども、食べるまではあまり手を触れない方がいいなと個人的には思っています。マンゴーをカットしたところの様子はこのような具合です。オレンジ色の果肉がすごく濃くて美味しそうです。それでは一口取ってみようと思います。こう見てわかるように果汁たっぷりです。で、マンゴーのこのトロピカルな風味がすごく強くて美味しいですし、すでに完熟でちょうどいい柔らかさと歯ごたえがあってものすごく美味しいです。このような感じで果汁がどんどん出てきますので、果汁たっぷりで美味しそうなのがわかると思います。宮崎のマンゴーとても美味しいので、ぜひチェックしてみてください。今回も動画の視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。